こんにちは、マダム美智子です。今日も、素晴らしいゲスト、あなたも魅力人の、ゲストは柴崎純子さんでございます。フラワーアーティストですね。前回に引き続きまして刺激的なお話を伺わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日はどんなお話から？はい、パリのね、花留学の話はちらっと、はい、したと思うんですけれども、うん、ね、はい、はい、パリで、まあ、何でしょうね、ずっとパリの花留学はしたいと思っていたんですけど、うん、まあ、長い休暇で生徒さんに迷惑がかかるとか、うん、まあ、いろんなことを考えてずっと後延ばしにしていたんですね、うん、でも、もうずっと夢だったので、まあ、パリに行くことですね。はい、そうですね、パリで学ぶことですね。そうです、そうです、はい、なので、まあ、勇気を振り絞って、うん、後から考えると絶妙なタイミングに行ってしまいましたけど、うん、まあ、行くことになったわけですよね、うん、で、パリの、習いたいなと思った先生と出会えて、うん、いろんな、まあ、フランス人のフローリストの人や、うん、パリでアトリエを展開している、うん、日本のね、はい、先生がいらっしゃるところで、うん、まあ、たくさんの方に教わりました。で、市場、パリの市場に行ってすごく有名なフローリストの方を紹介していただいたり、もう活気のある、本当ちょっと日本の市場とはまたムードの違う、うん、市場をこう回ってね、仕入れのそういう、まあ、レクチャーをしていただいたりとか。例えばお花の種類なんかも違うんですか？はい、そうですね、やっぱり随分雰囲気が違いました。むしろ、うん、日本から入ってきている桜とか、日本から輸入されてきている枝物とかもあって、うん、へーって思いましたね。あとはまあオランダとか、まあ各地から入ってきたりしているものもあるんですけど、ちょっとやっぱりニュアンスの違うお花がいっぱい並んでいて、とっても楽しくて、うん、やっぱりもうおしゃれでね、うん、やっぱりなんだろう、まあ、私が行ったのはすごく若い頃だったけど、パリ自体のこう空気っていうのはもうちょっと灰色っぽいような、カーッとした ね、 そうですね、太陽がさんさんとっていうんじゃないんだけど、そこに歩いてる人たちの、まあ、ファッションとかね、はい、もうそういうのも勉強になりますね。飾り付けとか、うん、そういうのがやっぱり何ていうかさ、センス抜群。そうなんですよね、だからもう全てが学びでした。そのお稽古をしたカリキュラムだけじゃなくて、うん、はいはい、で今回初めてその一人で行ったわけで、うん、食事をするのも何をするのも本当にたった一人で、本来一人でできないタイプの人間なんですよ、うん、私一人で本当に旅行って今回初めてかもしれません。海外に行ったのは、はい、これまたすごい、はい、初めて行った旅がね、もう寂しくって、ね、そう、うん、寝れないんじゃないかと思いましたけど、まあ集中して勉強するもんですから、もう疲れて、いや予習復習とちょっとワイン飲んだらもうコテって寂しいなんて言ってるあれじゃなかったです、はい、で、まあそのうち少し慣れてきて一人でビストロに行って食事をしたりするわけなんですけど、そうするともうフランス人の男性はね、もう寄ってくる、声かけてくださるの。あっちだともうまだ若いと思われるのかな、10歳以上若く見るもんね。そう、もうね、すごい素敵だった、ハンサムな。で、あなたフランス語は？で、私は、うん、フランス語もちろん喋れませんし、うん、ただ最初は英語とフランス語でこう、なんとなくゆっくりね、うん、話してくれて、うん、なんとなくこういうこと言ってんだなっていうのが分かるからやり取りできるんですよ、うんうん、そのうち、本気スイッチの口説きスイッチが入るとですよフランス語で巻き立ててくるわけですよ、うんうん、でも明らかにこれ口説きモードで、うん、かわいい、そう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 、そで、そのうち分かんないからこうなんですか、スマホの翻訳アプリみたいなのをやるんですよ、はい、どうぞ言ってみなさいください私こう言ってこれやり取りするわけですよ。そうするともうやっぱりこうロマンティックなムードまるでなくなるんですよね、でもみるみるお顔の表情変わって、うん、こういう感じになって、まあ騙すっていうね悪い男だっていや、ジゴロみたいな、もうそう明らかに、だからもう楽しい旅よっていう感じになっちゃってああこれでフランス語喋れたら、もしかして日本を帰らないでパリでフローリストになってたかもしれないってすごいわね、すごい楽しい、そう、そういうエピソードもあったり、うん、あとまあお隣に座ってる老夫婦、それこそ本当にマダムと五郎さんじゃないですけど、すごい素敵なの、もう食事中もね、なんかこんな手握って、デザートタイムそこで手握る必要ありますかって思うんだけど、ずっと手握りながらデザート食べたり、見つめ合って仲良く喋ってたり、セーヌ川の川沿い私は一人でこう歩いてると、素敵なカップルがね、しかも、パイは本当に老齢のというか、うん、そうね、大人のすごく多くて、そう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 、それがまた素敵なの、うん、だからマドマーゼルっていうね、
若い世代よりもマダムって、まあ、私がね、自分がマダム、美智子と違うわけじゃないけど、マダムの女性がね、魅力的だって、マダムたちがすごく素敵だった、うん、それはものすごく勉強になったし、うん、刺激になったし、あ、年を取るの怖くないなって、うんうんうん、あのなんかこんな生き生き、素敵に女性性もそのまま残っていて、うんうんうん、素敵と思って。でも初めてのね、その旅で、その、うん、そういうね、味わいが、まあ、学べたっていうことは、うん、今度その日本に帰ってきてからね、はい、それに対するなんていうかこう、なんてよかったなっていう形になって現れたのかしらね、うん、あの自分では意識してないんですけど生徒さんたちから言われました、うん、先生がパリから帰ってきて、うん、やっぱりお花のテイストも変わったし、あのすごいなんだろうな、影響されてきたんだなっていうことがすごく感じますって生徒さんが言ってくださって、生徒さんの目もすごいね、うん、私はね実感正直ないっていうか、パリで学んだそのお花のデザインであったり、うん、枝物いっぱい使ってとかいろんなことは、うん、もちろん、うん、パリスタイルとしてあの生徒さんに教えるんですけど、うん、そのなんだろうな、みんなが言うほどそんなに変わったかしらって本人は思っているんです、うんうんうん、まああなた自身の技術でもね多分自信があるからでしょうけど、うん、でもみんなそれを喜んでくれて、ああパリに行ってよかったなって、うんうん、そのなんて言うんだろう、あなたのそのチャレンジね、精神っていうのをどういう形でその、まあ、生かしてきたかっていう、まあ、フラワーあの私たちはいけばなの先生みたいな方はよく存じ上げてるわけじゃない、はい、お着物を、私もちょっとだけ草月をね、はい、習ってたんで、あの頃としてはなんかちょっと変わったね、はい、あの受けた方をしたんだけれども、やはりそのフラワーアーティストっていうと、うん、まあ、芸術家じゃないですか、うんうんうん、でそこがあなたの教え方の、そうですね、うん、私もこんなあのなんていうんですかね、こう適当な感じの人に見えますけど、やっぱりきっちり、お花を作り込むっていうスタイルを学んできたタイプなので、うん、昔のヨーロピアンってそういう感じなんですよ、うん、ヨーロピアンスタイルって、うんうんうん、だけれどもパリに行ったらダメ、こんなきっちり作っちゃダメよダメよって、もっと自然にもっと外してもっとこうなんだろう、ナチュラルに作りなさいって何度も作り直されたりして、あのアドバイスもらったりして、なので、あ、やっぱりこう綺麗に作り込むっていうよりは、いかにその一つ一つの花が美しく見えて自然にそうあの生えてる美しさってどんな感じだろうっていうのを考えることが重要って教わったので、逆にアンバランスな仕上がりの方が洗練された感じ、なんとなくイギリス風でもありますね、うん、そういう感覚、そうですね、イギリスの、そうですね、ナチュラルな感じね、そうみたいな、まあヨーロッパだからね、うんうん、こういろいろそう国によってスタイルはあれど、うん、やっぱりその花それぞれの美しさを見せる、うん、その形きっちりそのトライアンギュラーとか、うん、いろんな形がヨーロピアンでスタイル昔はあったんですけど、うん、それよりもトレンドとしてはやっぱり自然に、うんうん、どこか外しがある感じの方がおしゃれっていう感じを学んできたかな、うん、で、やはりあの前回おっしゃってたように、あなたとしてはコロナの頃から、はい、いわゆるオンラインで教えたりすることもあるけど、はい、元来オフラインできっちり教えたいと、はい、それがパリから帰ってきてそういうお花の教え方、うん、それを結局はその状況の中ではオンラインでやらなきゃならなかったわけです、うん、そうですね、帰ってきてからはやっぱりどうしてもあの全く生徒さんを呼ぶわけにはいかない状況でしたので、あのオンラインで課題を送って、うん、で Zoom でつながって、うん、はいじゃあレッスン始めますって、あのこっち側見せてこっち側見せて先生ここが分かりませんなんていうやり取りを、まあ、しながらやってたんですけどね、でもどうしてもやっぱりリアルだとお直しをしてあげられるじゃないですか、リアルに、あのでも、Zoom だったりそのオンラインだとどうしても口頭でしか伝えられないから、生徒さんたちがなんかこうこれでいいんだろうか本当にと思いながら飾るのがね、不安ですっていう声があったんですよ、でそういう方は徐々にやっぱりレッスンしたくないから先生作品送ってください毎月っていう方もいらした、だからの最初にねお話を伺った時にコロナの状況の中でサロンをね、はい、あのご自身のご自宅で教えていらした、うん、マンションが建て替えになった、うんうん、そう個人的な話なんですよね、まあ、建て替えになって、はい、でそれで、うん、
オンラインだけでは嫌なのでって、うん、嫌なのでっていう要望もあって、まあはい、実際本当に自宅サロンだったので、私は今実家の方にお世話になってますけど、うん、要はレッスンする場所が必要だったわけですよね、うんうんうん、で毎回レッスンのためにレンタルスペースを借りるという案も考えたんですが、うんうんうん、まあ、あのどうしたって無理なんですよ。課題を抱えるし、うんうん、いろんなもうまだいっぱい資材があるので、うんうんうん、なので、まあ、どうしようと思った時に、あの、まあ、赤坂のサロンをご紹介していただいて、うん、そう、あの、まあ、入れたんですけどね。だからいつだっていろんな人の助けを借りてというかもらって、うんうん、困ってる時は必ず助け船が出るっていう不思議な、いや、それはね、あなたがそういう幸せな運命を引き寄せるというか、うん、まあ、自分でも気がつかないうちに努力してんのよね。やっぱりそうなのかな。やっぱりあの、うん、教えるっていうのを投げ出さないで、うんうん、まあその仕事だから当たり前っていうのかもしれないけど、うん、いろんな問題抱えてね、どうしようかっていう時にも本筋を忘れない、うん、私はいつも言うんだけれど、まあ人生ってほら上り坂下り坂、はい、まさかの坂って、うんうんうん、まさかの坂じゃないで、ね、でそういう時に自分の持っているものがきっちりしてると、うん、世に問えるっていうか、人様の心に感動を与えられるっていう、そのね、まあ確かにね、こちらはあのおキャンなねお嬢ちゃんがそのまんますくそうそうそうすくすくと育ってきたにですが、愛するご主人をがんで亡くなられたんだけれども、またそれを乗り越えてね、頑張ってきているっていうところが、やはりそのフラワーアーティストっていう、私たちはいけばなのお師匠さんっていうね、お会いしてたんですけど、まあいけばなの世界っていうか、ほら一番上だと家元とかあるじゃない、そういうのは何ですか、階級みたいな。私ね、一応インストラクターの資格を取った時は、うん、ヨーロピアのそのフラワー連盟で取ったんですけれども、うんうん、その連盟からの皆さんに分かるよ、ね、連盟からの指示のもとにデザインまで全部決められた形っていうのが嫌で、自分の好きなデザインを提案したいと思ったので、うん、もう即そのインストラクターの資格を取ったらそこから外れちゃったんです。ですので、うんうん、うちのサロンド歌社のディプロマコース、免除コース、はい、サロンド歌社っていうサロン名なんですよね、うんうん、あのディプロマコースっていう免除コースはその連盟からではなくて、サロンド歌社オリジナルのお免除なんです。あなたも出してるってことじゃない。そうね。だからまあどうなんでしょうね。履歴書に書いてもどっかなこうかってあれですけど、いつもでもその話をして、それでもサロンの会社のメールコースを、うん、あの習いたいって言ってくれるんだったら、もう先生一生懸命教えるよっていうスタートなんですよね。サロンド歌社っていう、はい、歌社はどんな字書くんですか。そう、みんなであんまり知らないと思うんですけど、花に、漢字の花に写真の写で、あの花を写す、つまり主人がつけてくれたんですね、最初。なるほどね。あの他の名前を後から決めればいいじゃない、とりあえず、うん、あの僕は思うにお花を教えるだけじゃなくて、君は写真を撮る撮り方も教えられるんじゃないのかいみたいなところから、うん、あとシャッターを切る、うん、あのカシャって昔のカメラって、うん、シャッターを押したね、はい、うん、それのカシャもかけてる。ああ、うん、だからカシャッシャッターね、はい、そうですそうです。うん、でもすごいわね、やっぱりそういう大きなところに寄ってきて、うん、寄ってきたところみたいなんじゃなくて、自分の名前をつけたその名前で、資格を出すっていうのは相当な自信だよね。いやですよね。まあそうですね。まあまあでもそれで行きたいって決めたらもうそれで行こうって思ったんです。うんうん、でもう何人もお弟子さんは？そうですね。どのぐらいだろう、免許コース卒業してった子、本当にちゃんとカウントしてないからわからないけれども、で今現在その私の元で、お世話をしてくれたりアドバイスしてくれたりしている子たちっていうのはみんなあのそれぞれが活躍してます。ああそうですか、うん、っていうのはお花を教えるっていうことで活躍してるってことですね。そうですね。あとはブランドだ立ち上げたりとか。ああすごいですね。カシャ、なるほどね、カシャということで、今日はカシャカシャっとしたところで終わらせていただきたいと思いますけど、またね、次回、素晴らしいお話を伺わせていただきたいと思いますので、はい、2人で一緒にあなたも未確認。